スタリグラードは、セルビア共和国の首都、ベオグラードを構成する17の基礎自治体の一つに、して、その中心を占める地区の故障である。自治体の領域は、ベオグラード中心部で最も古い地区を含んでおり、それゆえに、古い町を意味する、スタリグラードと呼ばれている。以下、本校では、ベオグラードの一部をなす、基礎自治体としてのスタリグラードを、スタリグラード区と表記する。 スタリグラードと呼ばれる、明確に定められた範囲を持つ地区が存在することは、ベオグラード市民の間でもあまり知られていない。スタリグラード地区は単に、中心街、あるいはより定着した周囲の地区の名前で呼ばれる。スタリグラード地区に含まれるのは、おおよそ共和国広場の北および西で、カレメグダン地区の西、コサンチチェブベナツ地区の南西、イエブレモバツおよびパリルラ地区の南西、 ベリネボデ地区の北西で、その人口は2002年の時点で9646人となっている。スタリグラード区は、シュマディア地方の北端に位置している。崖のような、急峻な坂を持つ丘の上に、カレメグダン要塞があり、そこから大戦争島、そしてサバ川とドナウ川の合流地点が見渡せ、ベオグラードで、最も自然の風景が美しく見える場所となっている。 スタリグラード区とノビベオグラード区は、サバ川とドナウ川の両方に接している。スタリグラード区の面積は7平方キロメートルであり、ベオグラードでは、ブラチャル区に次いで2番目に小さい。東に、パリルラ区、南東に、ブラチャル区、南に、サブスキベナツ区と隣り合っている。サバ川を挟んで、ノビベオグラード区、ドナウ川を挟んで、 ゼムンク及びパリルラクのバナト川と接している。ドナウ川の川岸には2つの人口の湾、小さなマリーナマリーナドルチョル、そしてベオグラード港がある。ベオグラード中心部で隣り合う2つの区同様に、スタリグラードも古くからの人口密集地である。町の中心の一部分だけを領域に持つスタリ、グラード区はセルビア全土でも最も人口密度の高い自治体である。 2002年の国勢調査では、55,543人が、区に居住しており、人口密度は7,935人、平方キロメートルである。1971年には96,517人が、住み、その人口密度は13,788人であった。年代ごとのスタリグラード区の人口は以下の通りである。 スタリグラード区の住宅は、ブラチャル区よりも、はるかに密集しており、ベオグラードの心臓部であるが、スタリグラード区の面積の3分の1は、カレメグダン公園や、ドナウ川沿いの工業地帯、港湾などの非居住地であるため、区域全体での人口密度は、ブラチャル区の方が高くなっている。ベオグラード市議会しかし、区域で働く労働者は、相当数に上り、昼間人口は、 夜間人口の2倍に上り、スタリグラード区の人口あたり域内総生産は、セルビア全土の平均の6倍、ないし8倍となっている。ベオグラードの最も古い地区を含んでいるが、自治体としてのスタリグラード区が成立したのは、都市部の自治体としても、新しい部類である。スタリグラード区は、かつてのスカダルリアクとテラジーエクの一部を領域として1957年に1月1日に、 成立した。スタリグラード区は、以下の自治体と、姉妹都市提携を結んでいる、セルビア科学芸術アカデミースタリグラードには、マルカ、レカとラゼパチュアというベオグラードで最も短い二つの路地があり、それぞれ45メートルと48メートルの長さしかない。建物が密集するベオグラードと深部にありがなが、これらの通りに面する建物はいずれも他の通りに、 面しており、これらの通り名を関した番地は存在しない。ありがとうございます。